ボイコット。ボイコットは、ある集団が自分たちの考えや要求を実現させる目的で特定の相手に不買、拒否、排斥などを行うこと。ボイコットは主に下記のような行動を指す。イギリスの軍人で土地差配人のの名に由来する。彼はアイルランドの小作人を過酷に扱ったため、1880年に団結した彼らから排斥された。 公権力機関、政府、官庁、自治体や法人など、組織的に強い力を持つ団体を相手に、抗議行動として、ボイコットを行うことがある。歴史上著名なボイコットに、モンゴメリーバスボイコット事件がある。これは、1955年、アメリカアラバマ州モンゴメリーで、公営バスの運転手の命令に背いて白人2席を譲るのを拒んだ、アフリ系アメリカ人。 ローザパークスが人種分離法違反の過度で逮捕されて、週刊医裁判所の罰金刑を宣告されたことに、橋を発し、公共交通機関における人種差別に抗議して行われた。当時貧しい黒人にとってバスは必須の交通機関で、利用者の75%以上を占めていた。黒人たちがバスを利用せず、黒人の車に同乗したり、どこへ行くにも、徒歩を用いたため、 バス路線を運営する市の財政に大きな打撃を与えた。連邦最高裁は罰金刑を取り消し、バス車内の人種分離は違憲であると認定。判決の翌日にボイコットが収束している。ボイコットを指導したマーティン・ルーサー・キングは、勝利を機に全米各地で公民権運動を展開、ワシントン大行進など数多くの抗議行動で公民権法を成立させた。 日本では、1960年代の森永ヒソミルク、中毒事件における森永乳業製品不買運動、1978年、昭和53年に、読売ジャイアンツが、ドラフト会議をボイコットした江川事件などが知られる。また、東北地方などでは、1988年、昭和63年、佐治恵造サントリー社長、当時による、東北熊ソ発言に抗議し、 同社製品に対するボイコットが展開された。2002年、平成14年から、著作権管理を名目に導入が開始された、コピーコントロール CD から反発する形で、CCCD 購入ボイコットが発生した。2007年、平成19年頃から、6カ所村核燃料、再処理施設による放射能汚染の危険性と、受け入れた地元への抗議を訴えるため、 坂本隆一らによるストップ6カ所が青森県、岩手県の産品の不買運動を展開している。2010年、平成22年12月8日、東京都青少年の健全な育成に関する条例、改正問題に関連し、角川書店の社長、井上新一郎がツイッターにて東京国際アニメフェアへの出展を取りやめると表明。12月10日には、 コミック10社会に加盟する各社も追随している。なお、角川書店らは2011年の国際アニメフェアと同日に対抗イベントとしてアニメコンテンツエキスポを開催することにしいたが2011年平成23年3月11日の東北地方太平洋沖受信発生により両イベントとも中止となった。国会など議会では多数党の強引な審議や 強行採決に対して、しばしばボイコットが行われる。その理由は多岐にわたる。地方自治体の住民投票条例による、住民投票において、一定の投票率を満たさないと開票されない場合、開票すると、結果がある、一定の結論に達することが目される場合、投票を棄権することで、一定の投票率を満たさないことで開票を阻止する、ボイコット運動も見られる。 国際社会でも様々な場面でボイコットが行われている。冷戦を背景とした1980年代のオリンピック集団ボイコット合戦は特に有名である。ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に抗議するために日本を含む西側諸国が1980年のモスクワオリンピックを集団ボイコットし、1984年にはこれへの報復として、 東側諸国がロサンゼルスオリンピックを集団ボイコットした。その前には、1976年のモントリオールオリンピックでアフリカ諸国がボイコットした例も存在する。企業の社会的不正を受けて、本来、個人的な企業製品サービスの危機付がインターネットを通じた形態を持たないボイコット活動になっている。対象が特定できないがゆえに、政治経済活動にあたって、 情報の発信元である個人を、ある程度グループは決して管理しようとする目的で、インターネットにおいてもクローズの方を模索する動きが、公会社や政治パーティーで施行されてきている。なお、社会的不祥事を起こした、企業、団体に対し、反省及び消費者に対する誠意が足りないと、不買ムード、嫌気が高まるというケースもある。近年だと、雪印入業。 三菱自動車工業及び三菱不走、NHK、NHK 受信料、パロマ、富士課、東京電力、渡見、全商、スキヤ等がある。また特筆すべき事例として、1970年代の森永ひそ魅力中毒事件における森永製品不買運動などがある。これは、公害事件の森永乳業が、 基礎被害者の救済を長年月にわたって拒否し続けることに抗議して全国民的に取り組まれたもので第二次世界大戦後史上最大規模とも言われる大規模な日本のボイコット運動例である。また毎日デイリーニューズは祝い問題のように同社を広告という形でスポンサードしている企業群に対して直接問題には関わっていないにも関わらず 問題を起こした企業をサポートしいるという理由で不買ムードが高まり、その結果スポンサーを撤退せざるを得なくなるというケースも発生している。労働葬儀としてのボイコットとは、労働者が使用者に経済的打撃を与え、自らの団体目的達成を目指するために自社製品の購買を控えるように訴える行為である。不買運動ともいう。原則として合法であるが、 使用者の取引先に自社との取引停止ないし不買を働きかける二次的不買運動は違法とされている。政治討論番組などで生放送中に意見に相反する討論が白熱した際に罵倒されたりすると番組中交番などがある。また番組のスタッフや制作会社やテレビ局や出演者や協賛会社など自身の意図書を反した場合に出演ボイコット。 共産ボイコットなどの騒動が起きることがある。プロ野球において、球団の姿勢に対する不満から、不買運動や、自然発生的な買い控えが起こった例としては、巨人の江川事件や長島茂雄監督解任の際に、読売新聞、放置新聞の部数が減少した、例などがある。2004年のプロ野球再編問題では、オーナー側に立った、オーナーそのもの読売新聞社や、 勇敢富士に対して不買運動が起きた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。